皆さん、こんにちは。メリーお茶の笠子と申します。新ニーサおやめなさい。経済ジャーナリスト、荻原博子記事がもうめちゃくちゃすぎて大失笑ということで、なんかね、新ニーサおやめなさいっていうと、なんかもっともらしく聞こえるじゃないですか。記事の中身見たら、もうデタラメっていうか、もう事実認識がめちゃくちゃすぎて、もうお話にならないという。これで経済ジャーナリストって言っちゃってるのっていうか、どこ見て話してるのっていう、もう本当にね、大失笑なので、ちょっとこの記事、皆さんね、多分中身見ないで、この見出しだけで、ほら、やっぱり新ニーサやめた方がいいじゃないのって思っちゃうと思うんですけど、中身めちゃくちゃですからね、中身がどれだけめちゃくちゃなのか解説をしていきたいと思います。で、この荻原さんが言ってるのが何がめちゃくちゃなのかっていうと、新ニーサをおやめなさいって言っている理由が、投資枠が小さすぎるから使い物にならないっていうのが全部の根底にあるんですよ。で、新ニーサって年間360万あるわけですよ。積立投資枠で120万、成長投資枠で240万。両方で360万投資できるのを少ないと。こんな少ないんじゃ使い物にならないってバカなんじゃないですかっていう。年間360万も投資できる人ってどれだけの資産家なんだよっていうことなわけですよ。いや、その年収、例えばそれこそ300万とか500万とか、まあ、1000万いったって年間360万は投資できないんですよ。だからその、金持ちのための制度なんじゃなくて、そのね、年収が300万しかないです、500万しかないです、1000万しかない、まあ、1000万でも多いですけれども、1000万だって年間360万も投資できないじゃないですか。だから要は庶民の人が普通預金で0.00何パーセントみたいなふざけたところじゃなくて、少しお金をほんのちょっとね、年間360万なんか使い切る人いないと思いますよ。年間ね、例えば、せいぜい100万も投資できたら結構な金額じゃないですか。50万だって大したもんだと思いますよ。だから、年間360万の投資枠が少なすぎるから、この新ニーサはおやめなさいって言ってるんですよ。どこの金持ち視線なんですかっていう話です。もうね、バカすぎて、ちょっと絶句ですね。で、全部がその投資枠が少ないからっていう理由なんですけれども、まずこの荻原さんが新ニーサのデメリットは、難品買いが難しいんだって言ってます。で、難品買いっていうのは、持っている株が下がったら、下がったところでまた買えば安く買えるって話なんですけれども、その新ニーサは、その成長投資枠が240万しかないと、買い増しができないと言ってて、いやいや、240万もあれば十分でしょっていうことなわけですよ。いや、そもそも個別株っていうことを、個別株投資だと思ってるっていう、この馬鹿げた経済ジャーナリストのこの認識不足。いや、皆さんは、いや、毎月1000円の投資信託とか、ね、そういうものを買うんですよ、主な人は。オルカンとかね、S&P500 のそのインデックス投資とかを別に毎月1万とか買うわけですよ。毎月1万積み立ててやっていけば別に難品買いなんてできるわけじゃないですか。そんな個別株で100万の株買って、よし、100万の株がかね、次の月下がったから70万だっつって70万買って、よし、次の個別銘柄また100万のが50万になったから50万買った。でももう240万オーバーしちゃうって、どこぞの資産家ですかっていう。バカなのって、もう本当に何を言ってるの、この人って、もうちょっとね、呆れて物も言えないっていうか、これは小学生の作文ですかっていう話です。だから、で、その難品買いができないって、いや別に毎月5万円とか、毎月1000円とか、毎月1万円でやっていくんですから、別に難品買いできるじゃないですか、別に。100万の個別株投資するんじゃなくて、インデックスファンドを毎月5万とか3万とか1万とかやっていくんですから、そのね、基準価格がその高くなったり下がく、下が、ね、あの、ちっちゃくなったりするわけですけれども、別に十分にドルコスト平均法できるわけですよ。何を言っちゃってるんで、この人、何も分かってないんじゃないですかね、荻原さんね。そして、これもおかしいんですけど、損益通算ができないということで、まあ確かに損益通算はできないんですけど、その例えがおかしくて、要はこれも新 NISA 投資枠が少ないんだと。たったの240万しかないんだと。
100万円の株、A 株を買って、100万円の B 株買って、みたいな状況で、それで、いや、こんな、もう損益通算できないじゃないかって言って、いやいやいや、新 NISA を使う人は、100万の個別株を2株買うとかいう買い方じゃないんですよ。1万円の投資信託を1万円ずつ毎月積み立てるとか、まあ、せいぜいまとめて買ってもね、いや、例えば、初めの1月にオルカンを30万買いました。あとはほっときますみたいな感じで、別に100万の A 株買って、100万の B 株買って、100万の C 株買って、いや、それでなんか上がり下がりがして、損益通算がみたいなスケールで投資やってないんですって、バカなのっていう話ですけど、だから別にそれは普通の口座でやれば損益通算ができるじゃないですか。別にそれは別に NISA でやる人は全くないですよねっていう話です。で、これはもうまた投資枠が少ないということで、損失の繰り越しができないって言ってるんですけれども、投資枠が少ない、少ない、少ないと、たった年間360万の枠しかないから、損失の繰り越しができないんだって大騒ぎしてるんですけど、いや、360万も毎年投資する人ってどんだけの資産家なんだよって、だから、新 NISA っていうのはそういう制度じゃないんですっていう、株のなんかもう1億とか2億とか資産持ってる人が個別株バンバンやるようなその制度じゃないんですってことを何も分かってないっすよねっていう。本当にね、呆れますよね。で、新 NISA のデメリット、1人1口座しか持てないと。1人1口座しか持てないから年間240万円しか投資できないじゃないか。そうしたら個別株100万円の株買ったらもう2株ぐらいしか買えなくて3株も買えないんじゃないか。もっと持たせろって言えたから。バカなんですかって、だから年間240万も投資する一般人っていますか？いないですよ。いないですよ。資産家の話でしょ？ 1 億とか2億とか10億とか持ってる人は、いや、この年間240万じゃ少ないよねっていう話になるでしょうけど、別にそういう人は新 NISA じゃなくて普通の口座でやればいいんですよ。で、全部投資枠が少ないからダメだって言ってるんですけど、じゃないのかなっていう、何の制度趣旨も分かってないということで、新 NISA をやめなさいって言っているこの自称経済ジャーナリストの荻原博子さんの記事がこんなにもめちゃくちゃとはちょっと思わなかったです。びっくりしました。年間360万円投資できる枠が少なすぎるから使い物にならないって言ってるんですよ。少なすぎますか？一般人の感覚からして360万も投資できますか？投資できないですよね。いや、例えば300万貯金があったとしても、その貯金はちゃんと置いとかなくちゃいけないわけじゃないですか。だからその300万の貯金のうちに50万だけをちょっと投資に回しましょうとか、ね、例えば、ね、本当に毎月給料でなかなかないから、毎月1万ずつだけオルカン買ってきましょうとか、そういう感覚じゃないですか。それ年間360万、投資枠が少ないとかっつって、個別株いっぱい買っちゃって、しかも単価の高い100万とかの株を買っちゃって、それでもうなんか全然買えないとか言って、だから個別株じゃないんですって、新 NISA っていうのは。もちろん個別株も投資できますけれども、個別株をバリバリやるっていうんじゃなくて、その基本はインデックスファンドとか、まあ別にアクティブファンドでもいいんですけれども、別に1000円、なんだったら100円から買える投資信託を少額でコツコツと分散投資して、積み立て投資していくっていうのが新 NISA の趣旨であって、その個別株で100万の株をなんか10銘柄買ってバリバリやるっていう話じゃないんですよっていうことで、本当にね、ひどい、ひどい。これで経済ジャーナリストって、いやもう本当に、なんか、申し訳ないですけれども、詐欺のレベルの記事ですよ。まだ、森永卓郎さんが言っている、バブルだから下がるかもしれないから新 NISA やめろっていう方が、まだ可能性はありますけど、荻原さんの言ってるのは、基本的に新 NISA っていう制度を理解してないし、対象者が一般人だっていうことも理解してないということで、本当にね、見出しだけで見ると、あ、やっぱり新 NISA 国が進めてるから怪しいんだと思うかもしれないですけど、この荻原さんの言ってることめちゃくちゃですよ。要は1億円ぐらい持ってる人が、これじゃ物足りないって言ってるっていう、とんでもない、とんでもない、
この人の言うこと信用しない方がいいです。見出しだけすごいセンセーショナルなので、見出しつけて、皆さんが見出しだけで反応しちゃってますけど、中身全くないですということで、別に新 NISA が、いや、やめなさいっていうその意見があってもいいんですけど、理論がめちゃくちゃです。めちゃくちゃです。皆さん、この人の言うこと信じないように、本当にね、アホすぎるっていうか、詐欺レベルの記事ですよ。っていうか、本質っていうか、新 NISA のこと何も分かってないし、一般人の、投資に回せる金額のこととか、何も分かってないんですかっていう、全くのひどい記事でしたということで、この人、騙されないように、昔はなんかもうちょっとまともなことを言ってた気がするんですけど、まあ、すっかりなんかもう、ダメになっちゃったんだな、ということで、気をつけていただきたいなと思います。